はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、烈風の結界像さんがね、禁止されてしまうということで、12月の1日から、悲しいね、とっても悲しいということで、結界像は別に烈風だけじゃねえんだということを分からせていくために、結界像ビートバージョン 2.0 を作ってきたんで、今回はこちらを使ってランクマのお友達に嫌がらせをしていこうというふうに思ってます、結界像っていうのはどういうモンスターかっていうと、その自分の属性のモンスターのやつしか特殊召喚できなくなるっていうモンスターなんですね。まあ、これちなみに2体並べれば、2種類並べればもう何にも特殊召喚できなくなるんで、まあ、実質、フォッシルダイナパキカロみたいな感じになるんですけども、もう特殊召喚完封できるということで、まあ、特殊召喚しないデッキあんまないんで、現環境なので、まあ、これ出しとくだけでかなり辛いと、相手はね。で、このデッキの弱点って結局結界像の打点が低すぎるっていうことと、あと魔法トラップの除去に弱いんですよ。で、魔法トラップとか、あとモンスター除去に弱いんですよ。魔法トラップカードによるね、例えばサンダーボルトであるとか、ライトニングストームであるとか、ああいう系のね、全部パケカードに結構弱くて、あと一滴無限保養とかも弱いですね。モンスター国も殺されるんで、だからそういうカードを、まあ、根こそぎ止めれるように、神の宣告と、魔球の賄賂、これをガン積みしておりまして、でこれで、まあ、魔法トラップカードはなんとかしていく。で、まあ、モンスターはとりあえずなんか適当に1体出せればいいから、まあ、この辺ぐらいにしといて、であとドローソースいっぱい積んで、まあ、コンボパーツを揃える。で打点が低すぎる問題は、月夜の盾または、魔導士の、力またはガーディアンの力、この辺をぶち込みまして、アームズコールも一緒に積んで、まあ、好きな、装備カードを装備していくという、まあ、そういうギミックですね。はい。で、結局、まあ、打点が低いってことは、まあ、通常召喚したモンスターに殴られるっていうことが、まあ、やっぱどうしてもあるので、まあ、そういうことを防ぐために、強制脱出装置や、ドラゴンパニシメントを使って相手の、まあ、モンスターを背負っていったり、まあ、神戦とか、神系を使って相手の召喚特殊召喚を完全に無力化していくと、まあ、そういうね、デッキとなっております。まあ簡単に言うと、まあ、ゴミデッキ、ただ結構先行取ると環境デッキにも普通に勝てるからゴミデッキの中では優秀なタイプのデッキだと思いますんでね。はい、早速嫌がらせしていきましょう。デュエルスタンバイ。烈風の結界像さん、あんたのことは忘れねえよ。俺たちはあんたの屍を乗り越え先へ行くぞ。未来で待ってるぜ、烈風の結界像さん。命削りの考察を発動ゴミなるほど、やべ、ちょっと結界像来てね、ちょ結界像さん、結界像さん、あパキヒロ来たわ。あちょっとパキヒロはさすがにパキヒロの方が強いんで、パキヒロにしましょう。さすがにね、結界像って結局その同じ属性のやつ特殊召喚できちゃうんで、そこがね若干ねやっぱ弱いところではあるんですよね。まあ、とりあえず一旦強奪でいいか、最悪パキファロが破壊されそうになったら巨奪でパキファロ戻すってことできるんで、これでエンドね。まあ、後ろ破壊されるのが一番きついんですよね、結界像ビードって。なんで神戦か魔球の賄賂とかそっち系の魔法トラップカードを止めれるカードはね、あった方がいいですね。はい、基本的にはこれあれだ、やばいぞ、結界像ビートとか言いながらパキファロビートになっちゃいますぞこれ、やべえ結界像1匹も出てこみたいな展開になってしまう。まずこれは動画サムネイル詐欺になってしまう。はいどうぞ、サイバードラゴンヘルザーどうぞ。でサイバードラゴンコアを召喚どうぞ。ハイバードラゴンはまあ機械族じゃなければまあ座れることはないですし、そもそも特殊ができないんで、モンスターを。まあ、この1200プラス月神の盾をまあ破壊できなければまあ問題ないかなっていうね、気はしますけども。はい。で、サイバー捨てながらそれ持ってくるのはどう、あ、落とすのか。まあ、どうでもいいわ。あ、まあ、どうでもいい。で、キメラは同盟カードが墓地に存在しないやつを持ってこれるやつ。どうぞどうぞ、全然いいですよ。問題ないです。まあ、何をね、落とされたところで、別に困らないので、この展開に関しては。キメラどうぞ。で、同盟じゃない、がいないやつを、墓地を組むのか。はいはい。で、今日墓地を組む、どうぞ。そもそもサイバードラゴンさえも出せねえからな。まあ出したところで月神は抜けないけどな。
2100打点があるからと思ってパッケ抜けるかと思いきや特殊召喚できねえから結局抜けねえっていうな。バトルフェイス入るか。やることねえや、やることねえからバトルフェイス。おれ月神装備してるとね魔導士の力あんま意味なくなっちゃうんだけど、まあ、2体目のねあのパッケキャラとかに装備してるとやばいこと起きるんで、で、メインズ入って、でこれでエンドフェイズ。アタッカーがいないのでこっち結構これを繰り返していくことになります。増殖するじ、あ特殊召喚できねえって言ってんだろ、なんだこいつ。回答あります。なに誰、まあ、神つ、あ神戦で神戦で神の宣告で、はい、危ないかったですね。で一滴でパッキャの効果無効にされて一滴無限法要系は全部神戦していきましょう。はい神戦、はい。ゴミデッキすぎる、遊戯王になってね。基本ねこのデッキって遊戯王にならないんだよね大体、まあ、制圧するとね、まあ、とりあえず干ばつの結界像とかいう最強モンスター出して、はい相手絶望の絶望の干ばつの結界像ね、はい、で、はい、で命削りの放殺、うおー、さあどうする、オッケー、いやーそんなにそんなに壺いらないんだけど、壺しか来ないじゃん。一発合同っていいな、強欲で貪欲な壺。これ合同入ってんだったらまあ結構あれだね、あの大エイザとか入れてもいいかもしれないね、打点的にアタッカー不足するから。ちょっと壺きすぎじゃない、で強欲で謙虚な壺発動でトップ3枚見て、はい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 、あなるほどね、これはさすがにドラゴンパニッシュメントですね。で、パニッシュメントの神通、神通じゃない、神戦セットしてエンドなんですかね。はい。まあ、十分キモいでしょう。十分キモい。はい。はい。ガーディアンの力、カッコ、ロイヤル加工を相手に見せつけてね。で手札捨てられる。オッケー。さあ、どうする、端末の結界像にガーディアンの力が装備されてしまったな。さあお前はこの1000プラス破壊耐性のモンスターを突破しないと特殊召喚をすることはできない、地属性以外な。光アットイグニスター、何いいだろう、光アットイグニスター、もうイグニスター歴ですね。これイグニスターって地属性います、召喚特殊召喚成功時、アイマジックトラップカード、アイマジックトラップカードって何があるんだろう、アイドリングボーン、なるほど、どうせあのデッキもリンク召喚主体なんで、地属性のリンク召喚のモンスター入ってなければまあ大丈夫でしょう。がっちりアットイグニスター、あどうぞ、あこいつ地属性じゃん、キモやば、守備力3000なんだけど、おわ突破しにくいのやめろ、めんどくせえな、いやでも大丈夫だ、ガーディアンの地下で殴り続ければいつかは突破できる。ガーディアンの地下で殴り続ければいつかは突破できる。これさ、この人効果破壊耐性不要みたいな感じですよね。サイバースドクモンスターはそろそろ一旦にちょっとだけ効果で分かるじゃない、めんどくせえ。ただ干ばつの結界族も相手は抜けないので、相手は干ばつの結界像を抜く手段がないらしい、まあ、残念ながらピカリアットイグニスター君1200ありますけどね、打点、まあ、ガーディアンの力が抜けねえと、これリンクスミン特有の最強カードですからね、はい、デュエルリンクスでこのカード強すぎた結果、デュエルリンクスでは N だったのに、マスターズデュエルでは SR に格上げされていると言われています。はい。さすがにこれ、合同打ったらマジデッキ飛びすぎるな。最悪ちょっと、サイクロンとか小遣いあるかもしんないから、一応ね、2枚つけといて、で、バトルフェイズ。これで無敵の干ばつの結界像が爆弾しました。とりあえず、がっちり、あと、イグニスター君には死んでもらいましょう。はい。3100になって突破できる。オッケー。よっしゃー。で、ガッチラとイグニスターは、破壊されて墓地を送られると、効果を受けなくするみたいな効果を付与できる。はい、どうでもいい。どうでもいい。マジでどうでもいい。で、メインズに入って、ここでエンドフェイズ。はい。あとはこの、干ばつの結界像の1500を、ガーディアンの力をつけた状態で殴り続けて、君が泣くまで、殴るの、何これ。君が泣くまで投げるのをやめないっていう状態にしとけばいいから、
自分はサイバーソコモンスターが特殊ができない、自分の持ちのアットギニスターを特殊ができる。めんどくさいな、めんどくさいな、また帰ってきたぞあいつ、鬼めんどくせえな。あ、これあれなんですね、ドラグマパニシメントがちょっと若干腐ってるんで、がっちりの体勢のせいで、ちょっとまあ一回、がっちりどっか背負ってから、ドラグマパニシメント打つしかないんだけど、エンドフェーズね、はい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 、いいでしょう。まあやることないもんね。やることないから肉液を一生用意しよう。まあ俺はアタッカーコマできついけど、アタッカー来ないと結構ね、あの要はライフを取るスピードカスみたいな速度なんで、これこのデッキなんで、このビートダウンを一生決めるしかないんですよ。だから2体目のアタッカーが来ないとちょっと厳しいです。はいはい。で、間伐の結界像くんが3100になって、相手のガッチリあとイグニスターを破壊できる。オッケー、よし、オッケー。でガッチリの効果によってまたイグニスターに付与されていく効果を。で、そろそろガッチリあとイグニスターくんはもう墓地に眠っといてもらうしかないね。うん、ガッチリガッチリ遅延やめて、ガッチリ遅延。あ、なんだこれ。あ、サイバネットマイニングか。オッケー。で、エフェクトベーラーどうぞ。エフェクトベーラー、エフェクトベーラー確かにまるで刺さんないね。相手ターンにリンク召喚したら、やっぱ結局ね、無限法要なんですよ。あの、何が強いかっていうと、本当に無限法要でしかない。ドヨンアットイグニスター君は召喚特殊召喚成功した場合、自分の持ちのアットイグニスターを手札に変える。あー、めんどくせえなー、めんどくせえなー。お前ガッチリアットイグニスター出しすぎだろ。地属性だからって特殊召喚しまくってんじゃねえぞ。地属性だからって特殊召喚しまくってんじゃねえぞ。これ炎の結界像とか来たらね、もうあの何も特殊ができなくなってマジで詰むんですけどね。ちょっとあの間伐しかないんで今。ただ結局相手が並べたところで結局何も意味はない、何にも意味はない。モンスターが来ない。どうしたモンスター。バトルベイ。ガッチリあとイグニスターを破壊していく。で、打点がアップしていく。もうついに2500だ。うん。もうさすがに強い。で、月読みで3100になって突破。オッケー。で、ガッチリあとイグニスターの効果によってまた効果を受けなくする。オッケー。で、メイン2入る。でも、そろそろもうガッチリいなくなるっしょ。ガッチリがいるとね、ドラゴンパニシメントが打ってないので、ちょ、めんどくさいので、ちょっともうずーっと墓地で眠っといてもらうっていうことでよろしいでしょうか。ピカリ、ちょっとまた愛持ってこようとしてる。や、まあいいか、愛持ってくのいいや。はい、どうぞ。これさ、またなんか蘇生するやつ持ってくる。なんこれ、あ、違うわ、キーアイ、なにこれ。あ、墓地から破壊対して、あ、そんななんだ。自分の墓地のアットイグニスターを特殊ができる。キモ、ちょ、お前いい加減にしろ、お前、お前マジで神って言うと。いい加減にしろ、お前は。おガッチリやったイグニスターもう一緒ポチに寝てろ。よし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 よ。まあ、とりあえずドラグマンパニシメント打つね。ドラグマンパニシメント打って、で、ドヨンアットイグニスター対象に取る。でヌトス砲ぶちかます。行けヌトス砲。ヌトスの効果発動。墓地を送られた場合、相手のカードを破壊できる。これなんだあれ。あー、何やるな、お前やるな。なるほど、まあ、あのどうでもいいカードだと思ってましたけど、はかなったとはね。やりますね、ヌトソキアシード。やつはなかなかやり手だな。はい、来ましたはい、世界終了のお知らせ、世界終了のお知らせ。もう何も特殊ができません。炎属性しか特殊召喚できないやつと、地属性しか特殊召喚できないやつがいるんで、もう何も特殊召喚ができません。相手は、はい、さよなら。地獄オブザイヤー。これはもうね、相手ね、特殊召喚がそもそもモンスターできないんで、まあ、破壊体制でしたっけ、何でしたっけ。アイドリングモー以外のアイ魔法トラップカードというのに、ああ、おいおいおい、全然いいや、どうぞ。まあ、特殊召喚できないんで、モンスターを、まあ、前攻撃表示出すか守備表示出すかしかなくて、でもこの盤面を突破するには多分後ろ剥がしてから殴るとかしかないんですよ。ハープに針棒打ってから、
とかライトニングあのストームとか打ってからなんかその何とかするしかないんだけど、ライトニングストームは神の宣告でケアされてるんで、まあ実質回答なしということでいいんじゃないでしょうか。さあどうするんでしょうか。お相手しされんだか、そろそろもうなんか粘りすぎなんだけど、普通この盤面になったらサレンダー捨てるだろ、粘りすぎだろあいつ。一応バトルフェイズ入りまーす。さあ地獄の結界ゾービーとかあるだろ。さあやばいぜ、干ばつの結界ゾーは打点が3500になっちまった。さあお前は次のダイレクトアタックで死ぬことが確定している。次のダイレクトでお前は死ぬ、どうする。そしてお前が壁としてセットしてきたモンスターは強制脱出装置です。手札に戻させてもらうぞ。さあどうする、サレンダーしろ、いい加減沈めよ、沈め、何あ、特殊召喚するやつか、まあ、どうでもいいわ、特殊召喚できねえから結局。おいこのデッキゴミすぎない。ああ、カンバツくんはまあ来てくれたのでかいか。アームスコールないのちょっときついんだよな。あの結局カンバツの結界像とか、その豪華の結界像とかって何が弱いかっていうと、打点がやっぱ弱いんですよね。だからこの打点戦っていうのはやっぱあの全力で死守してあげなきゃいけないんで、全力死守が必要なんですよこれ、戦を。このね、戦とかいうね、バカみたいな打点をね、なんとかして、まあ一応ね、今はドラゴンパンチメントあるし、神系あるんで、まあ、なんとかなるかなっていう気がしますけどね。はい、まあ、召喚無効できるんでね。一応ライトニングストームとかハービー羽毛きも魔球のワイルドケアできる。オッケー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 、まあ、ライスト打ってくるぐらいは読んでるよ、まあ、とりあえず魔球のワイルドで一応1枚引いていいよライトニングストームは1回無効にさせてもらうわ。絶対にこのカードは通してはいけない。まあ1枚ドローさせちゃうからね、ちょっと微妙なんだけど、やっぱその汎用的に魔法トラップから止めれるカードってヘビーフォワード。無限起動はやばい、あれ地属性じゃん、やばい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 って、やばいって、ちょっと待って、これでやばい、あか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 、神系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 、ハベスは無理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 、ハベスは無理、危ない危ない危ない、マジでやばいやばいやばい、普通にあのデッキは普通に地属性しか入ってない、まずすぎる。ちょ、豪華の結界と頼む、豪華の結界と頼む、マジで。ああでもアームスコールはまあまあまあ悪くはないが、いやまあ行くしかないか。で干ばつの結界像、いやこれ結界像ね、干ばつとね被ると弱いんだよね。これあれかな、結界像なんかもうちょっと種類いっぱい入れてロック2体でかける方向で行った方がいいのかな。いやーでもな、1体でロックして後ろガン構えしたら一番強いと思ってるから俺は。それはやりすぎかと思うんだけど、ちょっと待って、これ干ばつ、干ばつはマジで相手のデッキに刺さってなさすぎてやばい、これやばい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 、マジでドラゴンパニシメントなんとかするしかない。ガチでやばいこときたちょっと待って、ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って、召喚成功はいいや、召喚成功はいい、召喚成功はいい、やーべえやーべえおかしいおかしい、どうしてだ、おい、なんで特殊召喚してんだお前、おい、やめろやめろ、ちょっと待って、ちょっとこれさすがにパニッシュメント、パニッシュメント打って、パニッシュメント打って、ちょっと待って、トレンチャー破壊するしかない、これヌトスホかまそう、ヌトスホかまして、何これ、やめて、向こうにはしないで、あーデリックレーンか、オッケー、まあ、デリックレーンはいいや、デリックレーンは破壊される、いやじゃなくて特殊召喚される、いやでもまあデリックレーンのみだったらなんとかなんだ、ヌトス、これアームスコールあるんで一応なんとかいきますね。でヌトス砲発射、あーどっちだろうなこれ、まあでもさすがにブルータルドーザーは墓地の方が強いか、これこっちだな、こうですね、あーめおい自由に動きすぎだろ、おかしいだろ、なんで特殊召喚してんだてめえ、おい、あ
おかしいよ、なんでだよ、どうして、なんでそんな自由に動けるの、待って、あーあああああ、嘘だ嘘だ、助けて、結界像、うわあ、どうしてだよー。